ヒルサイド駅、旧小六カウェイジャンクションとは、かつてアメリカのニューヨーククイーンズ区、ヒルサイドにあったロングアイランド鉄道の本線及びモントーク支線にあったジャンクション及び駅である。この駅は現在モントーク支線が、本線の東行き旅客線2本及び貨物線2本をまたいでいる場所に位置していた。このジャンクションは1871年に、エライダブリュハーの ロッカウェイ支線が本線から南に分岐するように建設された時に誕生した。当初ここに駅はなかったが、1890年6月24日にアトランティックアベニューラビットトランジットの各駅停車がウッドヘブンジャンクション駅からをジャマイカ駅を経由してロッカウェイジャンクションまで延伸された時に新しいターミナル駅として開業した。百九十七年までに これらの各駅停車が本線を通ってヘンプステッド駅へ行くか、モントーク支線を通ってバレーストリーム駅まで行くようになった。ロッカウェイジャンクションは1905年8月29日に電化されたが、1905年から1906年の間にエライダブリハーの主要な操車場のホルバン、ヤードと接続するために駅舎が取り壊された。そしてある時ヒルサイドに改名された。 1911年5月15日に新しい駅舎が古い駅舎があった場所に建てられ、その後の1930年10月1日にモントーク支線が高架化された時にこのジャンクションはなくなった。それから1年と経たないうちに勾配を解消する計画の一環として高床ホーム、階段、橋が設置された。この駅は1966年7月1日に 廃止された。廃止から24年後、ロッカウェイジャンクションの敷地及びその付近のホルバン、ヤードは、エライダブリュファーのヒルサイド車両基地の敷地となった。ありがとうございます。